まあね、あれはね、俺に言わせりゃね、まあね、ドリフトの場合の俺のね、何一里塚っていうのね、あれ、俺一里塚。一里塚とは、旅人のため、目印として一里ごとに築かれた塚。転じて、大きな目標へ向かう過程での一つの大きな達成点の意味をなす。だいたいドリフトっていうのはね、あれはよく起こるんだけども、ね、テクニック磨く上で壁に当たるんだね、いつもね。チャレンジする、それ壁になった時にあれが起こるんだよ、ね、それ一個ずつね乗り越えていくとテクがまた上がるし、ね、状況もついていく、ね、まあ、普通世の中であれ事故って言ってるけども、たくさんやればやるほど、ね、うまくなるし、ね、心臓は強くなるし、ね、人間も多くなっていくんだよ。みんなにとってね、あれはね、絶対にかけがえのないもんだからね、人生の一律だと思って何回も経験してください、ね、ドリフトしてりゃ誰もが経験する嫌な事故、クラッシュ。しかしこれを恐れて始まらない。クラッシュと最高の走りは表裏一体紙一重。最高のクラッシュが糧となり最高の走りを生むのだ。そんな選手たちがぶち上げたどでかい花火の数々、一瞬の輝きを見よう。永久保存版 B1 ストリートリーガルクラッシュキング。まずはギリギリセーフの寸止め編。2006年上尾対駒形。さあそこで狙いにかけるけど、やっぱりコマとしてはもうね、オーバーテイクに持っていくしかないんですよ。同じく雨の富士でこいつもやらかしと、これは抜いたんだ。しかし回った10-0。強引なオーバーテイクを試みたがコントロールしきれず、先行松井にソフトタッチ。お次も斉藤大吾、くちゃみたできた飛び込み、うわー押した、は雨の都合で日比野が見せる。さあ回った、危ない危ない危ない、危ない、軸やスピン、それに日比野が激突寸前。いや今日一番の盛り上がりです。一番盛り上がったですね。最後は2006チャンピオン萩迫のスーパーセーブ。シチューの、ね、瞬間見ちゃいますね。お次は単独クラッシュ激突編。さあ280馬力ふわーっといったー、もうバカザク危なかったよ今本当。2周あれば完璧です、ね、大丈夫です。大ちゃん、あれは勘弁してよ。あれは絶対ダメだからね。あれはまずいよ。俺も嫌だよ。恵比寿の壁には何台も飲み込まれた。あー、ぶつかった、わら。痛い。いや、これね、痛い。これね、危ないんだよ。真横だとね、うん、ドライバーがね、側頭もう一気にぶつける場合あるもんね。体は痛いですよ。でも真横から来ましたね。首伸びるよ、うんうん、多分明日首痛いし、あれ首伸びるもん、うん、2006年オートポリス、1000馬力のアリストを持ち込んだ猪瀬がデビューランで豪快にダイブ。あー、いったー、逆スピン、いきなり1本目からクラッシュ。逆スピンから見せてくれたそのスピンは、なんとこれでこの車もう終わり。ストレートでホイールスピンし、まっすぐ走れないほどの馬力。サイドブレーキを引いた瞬間、ケツが引っかかって、
そのオートプレスの決勝戦、萩迫対オタチ。史上まれに見る接戦でサドンデス連発。そして3度目の再戦で限界を超えた時点が起きる。さあ入ってきた萩迫、後ろから岡村、やっぱり限界だ。激しいクラッシュ、これは萩迫のスピンだ。これはタイヤの限界をすでに超えていた。とんでもない決勝戦の幕切れなのか。九州関谷もクラッシュのメッカ。ジャクのポイント、ジャクポイント、ジャクですか。ジャクポイントにまっすぐ、やはりそこへ行くか。何かに取りつかれたようにまっすぐそこへ。鈴鹿の1コーナーもオーバースピードでぐっしゃり。あーアンダークラッシュ、アンダーでクラッシュ。恵比寿の予選で豪快にクラッシュした横井。当たったー、そのまま、はい、うわーやっぱり狙う。さらに徹夜で直した次の日も、あーまたいったー、ゲットでー。痛い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 。クラッシュして直してまたクラッシュ。これが横井のゾンビたるゆえんどん。そして難波春樹もゾンビの素質あり。どんとぐっちゃりの次の日も懲りずに突っ込む。今日徹夜で車を直して持ってきた。あれ、あー無理だ。逆当たり、涙が出たみたいになったんです。せっかく直ったのにまた同じクラッシュで涙ちょちょ切れるシルビア。前日とは打って変わったウェット路面の餌食となった。他にもウェットの犠牲者が続出。雨の恵比寿はクラッシュ祭り。さあなんでなんでなんで。さあ福山はどうコントロールするか。おおおおお、つなげてくる。ケツが持ち上がる豪快なクラッシュ。しかし優秀なクラッシュパッドで被害は最小限にとどまった。節約の達人本間岩次郎もぐっちゃり。この一発で数ヶ月分のご飯を削ったという。一か八かの男田中裕二がバチッだとこうなる。うわー危ない、あーもうぐちゃくちゃ、やりすぎます。さあちょっともうヤルドリ見事も男顔負けの豪快なダイブ。セーフ、これは男子は見習った方がいい。見習った方がいい。全くだな、女稲田大二郎みたいな。本当ですよ。下がった、さらに何かがおかしいんだ。秋葉系オタク落合もやるときゃやる。2009年活躍した北岡を印象付けたのはこのクラッシュ。危ない、クラッシュ、やったー。明らかなオーバースピードで前も後ろもぐっちゃり。しかしやりきった北岡の心は満足感で溢れていった。続いては2台の接触体当たり編。シリーズ発足当初は選手だったノムケンもガッツンコ。雨の鈴鹿では歴史的な大クラッシュ発生。さあ出てきた、おー水野、水野が行き過ぎた。いやー来たー、危ない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 、うわー水野、これは水野の手にもちょっと絡んだかな。いや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 、思いっきり当たりました。水野うわー、やっちゃったよ。ドライバーは無傷だったが、エアバッグが開くというリーガル史上初めての珍事を生んだ。岡山では松井がヒップアタック。
どーっと危ない、これは田中が悪い。振り出しで引っかかって減速した田中を松井が避けきれず、お尻が持ち上がってしまった。関谷でももう一丁松井、大丈夫大丈夫、さあ飛び込めるか、飛び込めるか、うわー出た、無理なツッコミで CCD もおダブルズ。2008つくば初優勝がかかった横井がガッツくん、どうだ、いやー当てた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 、ちょっと今やりすぎたですね。やりすぎた、これはいかんな。狙っていたのはいいんですが意外とクラッシュの少ない中村も美北では入れ込みすぎてお釜を掘った。で、うわやってまた、あーやってもた、はあ、はあ、やりすぎだす。その中村が次のラウンドでは被害者に。中村に対して、いやーでもそれでも、ああひでえ、3回4回3発お見舞いしたって感じですよ。やりよった、いた。同じくエビスでは突っ込みすぎた樋口の顔面が一瞬でバラバラに。時に頑丈で時に脆い車がクラッシュをより楽しませてくれるのだ。